はい、どうも皆様こんにちは、プロボーラーの加藤です。どうも、プロボーラーのよっちゃんです。はい、来ました、前回の続き。僕が2番レーンで先にストライク10個出しました、はい、そうです、はい、なので今回はレーンをチェンジして、チェンジ、はい、投げたいと思います。思います。それでは早速ヨンちゃんからどうぞ。お願いします。よろしくお願いいたします。今回も勝ちます。今回も勝ちます。ファイティン。さあ、それでは今回はですね、実績はないけど信頼はあるタッツルホットです。はい、はい、どうぞボールじゃないです。もっと、そんなにだいぶ曲げてますね。これ本当にさっきの続きなんですけど、3番レーン全然曲がらないです。そうです。まあ、その辺の違いも見ていただけたら面白いと思います。僕は同じボールです。どれだけ違うかいきます。お互い3、4球ずつ練習しました。いきます。あ、やばい、出ちゃった出ちゃった。はい、これぐらい曲がってきません。はい、それでは第2球目どうぞ。あの、巻きでお願いします。僕投げてないで球拭いて待っててください。はい、10球で終わっちゃうんじゃないの。10球で信頼と実績のハッスルホット。実績も言いました。やばい、これマジでこのレーンで曲がると思ったら大間違い。あの、そこへ近づいてもマイクここなんで気をつけてください。すいません。はい、はい、どうぞ。3球目やばい、2個離されてる。51フィートのバジャーの以外、はい、まあ、でも51フィートで外投げる人はいないですから ね、 ね、はい、それよりは曲がってきます。うそ、何今のピンアクション。イエー、3番ピンが前に倒れたよ。 OK、 よし、 OK、 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 やっぱ曲がると思っちゃいけないだな。しっかりぶち込まないと。さあ、あ、危ない、やっと止まりました。ストライクが3連続4チャン。さあ、4球目いきます。ダイレクトポケットですからね。今ちょっと出過ぎたから曲がりすぎるかなと思ったけど、セーフでした。さあ、第4球目アジャストします。はい、あ、違う、第5球目か。はい、ナイス、よいしょ、いきます。もう離されないよ。
完璧完璧よ。はい、1個差。さあ頑張って追いついちゃうよ、すぐに。うまいね、赤い玉の方が合ってるよ、ヨンちゃん。青い玉より赤い玉。いや、でも赤い玉ではパーフェクトが出てない。よし、来たよ。まだまだ離されないよ。いや、こんな難しい3番点で連発飛ばしますね。ほんと難しいで、これ。はい。さあ、どうだ。いやちょっと完璧すぎるな。止まらないね、これ、まあ、難しいというか2と3でこんなにレーンが違うのかってぐらい違いますね。そうですね、さっき見て違うパターンだと思って、はい、いや、俺これ今5連続じゃないの？すごい。はい。2球ミスってからの。さすがプロの腕はすごすぎです。シャミのおかげです。オイルがよく取れるんですよ。2個注文します。いや、完璧でしょ、これも。すごい、あのピンアクション。テンピン残ったと思ったら叩きましたよ。韓国限定のハッスルホットです、皆さん。ハッスルホットだそうです。はい、6。え、4ちゃん、あ、そっか、1個差だからいいのか。もう7個出たの？やば。もう一回、もう一回待ってて。9、9まで出していいから。待つ余裕がありません。待つ余裕がない4ちゃん、さあどうでしょうか。これがね、やっぱりね、ヨンちゃんの優しいところですよ。ファイティン、ファイティン。ここで追いつきます。オッケー。あはははは、残念。ちょっと打ち行き過ぎたか。この1個の差が遠い。せっかくヨンちゃんが待ってくれたのに。さあどうだ。はい、今のはだいぶ打ちミスでしたね。いや、なんだろう。しかも4ちゃん6本以下だったので、スペア投げといてください。危ない、ちょっとつまずいちゃったよ。けどストライク取りました。はい、これで7対7です。はい、はい、頑張って。
あと3個。多分さっきよりペース早いですよ。はい。うまい。ね。あれぐらいまで出ないと曲がらないんですよ、あれ。カバーが弱いから。さっきの内側だとやっぱちょっとオイル感じすぎてね、滑っていっちゃったんで、でまあちょっとヒントを教えてあげようかなと。あ、ちょっとワッペ落ちました。拾います。いいですか。動揺してる。4ちゃん、ひっくり返した今。ひっくり返した。ひっくり返してないんやろ。はい、これで今88ですよ。もうあと2個、どっちが先か。危ないです。なかなか10連続ってやっぱ難しいもんですね。さあ行きます、4ちゃん。さあどうだ。完璧、リーチですね。お願い。うわー、危ない。天秤だけどセーフ。また前回に続きリーチ対リーチですよ。いや、3番でこんなに連発出すのは本当に感動ですよ。ありがとうございます。これ本当にプレッシャーかけてください、僕に。はい、プレッシャーかけます。はい、自分が勝てます。あれ、内側じゃない。すごいラッキー。やっぱちょっと内側だったから6番ピン危なかったですよね。でこれ今4ちゃん10個出ましたけど、はい、4ちゃんが先行なので僕出したら同点ですからね。そうですね。多分サドンデス出す。サドンデス出す。あれ言えてない。サドンデスです。サドンデス。はい、いや、ここをやっぱね、面白くするのが僕ですから、もつれさせますよ。残念。いやー、難しかった。はい、やっぱね、はい、結果としては4ちゃん先に10個出ました。おめでとうございます。やっぱ最後こう出されて、はい、まあ、持ってこないと負けなわけじゃないですか。そうですね、はい、自分で自分にプレッシャーをかけました。あら、その結果ダメでしたけど、次は頑張ります。いや、でも本当に3番年で加藤プロこんなに連発でついてくると思いませんでした。でも本当にそれぐらいレーン違いましたね、はい、そうですね、まあ、それがまたね、ボーリングの面白いところですよ。試合も1レーンでこうゲーム移動していくので、はいはい、前投げてる方によってレーンの変化が全然違うので ね、 そうですね、面白いです。面白いです。はい、ということで、第2回戦目は4ちゃんの勝ちです。おめでとうございます。はい、まあ、これで1勝1敗です。1勝1敗です、はい、また次回、次回お楽しみにしていてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。またお会いしましょう。